どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私は韓国のインチョン国際空港に来ております。本日はですね、ここからホテルの方にね行きまして一泊ね、韓国の方に滞在いたしますので、この韓国のねインチョン国際空港からソウルまでのね地下鉄で行きたいと思いますんで、まあ、そちらの利用方法なんかもね皆さんにシェアできてればなと思います。ということで今ね着いたばっかりなんですけども、早速ね行きたいと思います。では行きましょう。なんかね地下鉄はね空港鉄道って呼ばれていて、地下の4階にあるらしいんで、そこまで、ね、行きたいと思います。ひとまずお手洗いによって、そこからね下に行きたいと思います。ではね、この空港鉄道、これを目指していけばいいということで予習してまいりました。ではこれを目指していきましょう。確か地下にあってね、そこから結構歩いて地下鉄に乗っていくという感じみたいですね。はい、空港鉄道だいたい500ウォンぐらいでソウルまで行けるそうなんで、まあ、タクシーとかねシャトルバスとかあるみたいなんですけど、まあそれでいいですかね。一番安いので行きましょう。1時間ぐらいかかるのかな。で、私の事前情報だとね、この韓国っていうのはキャッシュレスが結構進んでるんですけど、やはりね現金だけじゃまだソウルまで行けないみたいですね。現金だけじゃない、カードとかだけだとなんかいけないみたいですね。あの T マネーカードっていう、まあ、こっちでいう電子マネーみたいなスイカみたいなのがあるんですけど、それを使わなきゃいけないみたいなんで、ここですね、私が見た YouTube もここが流れてました。まあ看板通りに行けばそんなに難しくないそうなんで大丈夫でしょう。やっぱ人がたくさんいるとね安心しますよね。そうそう、キャッシュレスがねまだそんなに交通系はねダメみたいで、カードだけでいけないみたいですね。その T マネーカードっていう電子マネーもカードでチャージができないみたいです。ですんで、ワウパスカードっていうね T マネーと SIM をねセットで販売してる会社とかあって、まあ、それで利用するとかいいみたいですね。まあ私はそんな滞在しないんで、でバスも多分乗らないと思うんでね、はい、現金ちょっとだけいくら分だったかな、1万円分ぐらい持ってきて、まあ、それでしのごうかなっていうところですね。まあ飲食店はねレボリュート、まあ、カード使えると思うんで、ああ見ましたこの光景。このインチョン国際空港もねプライオリティパスのラウンジが確かかなりあった覚えがありますね。はい、2、3箇所あるんじゃなかったかな、違かったかな。はい、空港鉄道こっちです。ですんで帰る時もちょっと早めに来てラウンジホッピングして帰りたいですね。成田空港では残念ながらサンタミにプライオリティパスのラウンジなかったんで、インチョン国際空港はこんな感じです。ケンタッキーとかもありますね。こんな感じです。広いとすぐ回っちゃうね。39歳おじさんがカメラを持って回ります。あ、これですね、これが券売機ですね。はい、ということで現金で買いましょう。ありますね、はい、日本語。ちょっと待って、日本語、あ、これは直球なのかな、これじゃなそうだな。いくらだろう。出発列車をお選びください。乗車人数を選択した後、これじゃない気がする。確認ボタンを押してください。購入方法をお選びください。あ、違うな、これ特急ですね。これは違う、あ、一般列車あっちですね、うん、危ない。今のは特急ですね。ソウルまで直行で行ってくれる高いやつですね。9500ウォンとか出たんで、私が乗りたいのはこっちですね、一般列車。危ない危ない。まあ別に特急乗ってもいいんですけどね、まあ一人なんでね、今回は節約していきましょう。まあこの券売機にね日本語表記があるんでいいですね、本当に。では購入していきましょう。日本語。日本用航空カード発売機です。ご希望のサービスを選択してください。ソウルステーション、ああ、アミジャパニーズ、ソーリー。
到着駅を選択してください。でこれで発売する人数を選択し現金を入れてください。待ってました、なんか違うところ押されちゃったみたい。到着駅を選択してください。発売する人数を選択し、大人1枚、現金を入れてください。1枚0で金額を入れてください。これでお金を入れるんですね。入れましょう。どうのかな、ここかな、ここですかね。あ、全然足りない全然足りない。OK です。1回用交通カードを発行中です。ここからカード、領収書は、領収書が欲しいぞ。乗車券発行が完了しました。領収書が発行されました、はい、領収書も発行済みです。 OK です。では行きましょう。では無事ゲット可能です。これをね、なんかソウル駅で返金すると500ウォンだかなんだか入ってくるみたいですね。はい、ということで行きましょう。では行きましょう。これでいいのかな。おお、行けましたね。はい、非常に簡単です。多分白タクだと思いますけど、声をかけてきてき、ね、ましたね、うん、ソウル、ソウルって言って、こっちでいいの、ソウル、あ、合ってる、書いてある上にソウルステーション、うん、こっちで良さそうですね。いや、暑いですね、はい、着替えましょう。このね、この電車だけ、電車バスとかはね、まあ、このカードが使えないみたいなんで、だ結局あのカードだけじゃニューヨークみたいにね、空港からマンハッタンまで、まあ、クレジットカードだけでね乗車するっていうのは無理そうですね。うん、あの券売機カードの表示なかったですもんね、うん、やっぱりダメみたいですね。この次世代社会にまさかですよね。まあでもちょっと前にね、あの海外旅行保険の利用付帯、あの実績をねつけに行ってきたんですけど、やっぱりあれですね、うん、日本の券売機もカード使えないじゃないですか。基本的に使えるのももちろんあるんですけどね、うん、やっぱりね、日本もまだまだあれですよね、その指定券売機みたいなものをね、の券売機に行くとカード使えるんですけど、一般のところはね使えないんですよね。ですんで、その指定券売機とかのところにね行けば、一駅分もねカードで購入できるんで、まあ、それで利用付帯ねつけたりできるんですけど、やっぱりね、はい、ここら辺もちょっとねカードね使えるようになってほしいですよね。やはりその指定券売機じゃないとカードが使えないからということで、外国の方もね非常に並んでおりましたね。一般のところは全然空いてるのに、その指定券売機のところだけ埋まってるみたいな、そんなことがありました。ということで、まだ電車は来なそうなんで、ちょっとブラブラしつつ待ちたいと思います。いや、でもめちゃくちゃ綺麗ですね、うん、東京みたい、むしろ東京より綺麗かもしれないですね。どうでしょう。では電車来たら乗っていきたいと思います。来たかな、あ、違うね、反対方向ですね。では電車来ました、乗っていきたいと思います。ではどれぐらいでしょうかね、30分ぐらいでしょうか、乗りたいと思います。40分だ。それでは間もなくソウル駅に到着いたします。これね、いろんな言語に切り替わってくれて、またアナウンスもね日本語で入りますんで、非常に利用しやすいですね。ありがたいです。こんな感じで、はい、ということで、もうしばらくしたら到着になります。ではソウル駅到着いたしました。いや、地下鉄がキンキンに冷えてまして寒いですね、うん、これですね、はい、
ちゃんと日本語で書いてある素晴らしいね。これを入れるとデポジットは返ってくると。はい、ということで外出ましょう。では一番上まで来ました。2番出口から行くそうなんですけども、ちょ歩いてね、もうここから15分ぐらいなんで歩いて行きたいんですけど、ちょっと運動もしたいんで。でもね、雨がどうなってるかよくわかんないんですよね。傘買ってきますかね。いやすごい、ソウル駅はこんな感じなんだ。ちょっと歩けないぐらいの雨だったらちょっと傘買いますかね。飲食店もめちゃめちゃあるんで、食べるところには困らなそう。サーティワンとかもある。さっきマックとかもありましたね。2番出口からあっちかな。ダンキンもありますね。ダンキン、なんかのバーゲンセールみたいなのやってますね。すごい人。普通のアウトレットね。これは途中で振られるパターンがあるかもしれないですけど、はい、到着です。これがソウル駅、ソウルステーションとありますね。いやー、来ました来ました。あ、結構水たまりもすごいんで結構降ったんですね。ちょっとあれですね、歩き出してから降られないか心配ですね。何かと思ったらあれは喫煙所ですね、うん。韓国はあれなんですね、路上喫煙とかあんまりいないのか。この道なりまっすぐ行くとね、今日泊まるホテルがあると、まあ電車でも行けるんですけども、ちょっとせっかく来たんで街も歩きたいんで歩いていきたいと思います。ちゃんと歩道があんのかな。なんか叫んでるおじさんがいる。方角的にはあっちですかね、うん、通れんのかな。あ、これが2番出口だったんだ。じゃあちょっとブラブラ歩きつつ行きましょうかね。気温はね、日本とそんなに変わんないですね。湿度が高くて暑い。で今ちょっと僕はあのエアコンでね、ギンギンに冷えたんで今ちょうどいいぐらいですけど、あれかもしれないですね。普通にしてたら暑いかもしれないですね。まあ、ひとまずね、今日泊まるプラザホテルまで歩いていきたいと思います。あ、雨が降ってなくてよかった。ではね、反対車線の歩道、地下道をね、歩いて反対側に来ました。そしたらね、露店がすごいたくさんあって、お店もちょこちょこありますね。うん、飲食店とかもありますね。パンダエスプレッソ、パンダエクスプレスは聞いたことあるんですけどね。まあこの道をずっとまっすぐ行って、できれば反対側にいといた方がいいのかな。そうですね、反対側渡っておきましょうかね。ちょうどここにありますんで。いやー、本当に韓国はあれですね、日本みたいな。信号も日本と同じだけど、全部流れてるのは韓国語。何言ってるかも全然わかんないですね。韓国の街中ってあんまりイメージがパッと湧かないんですけど、こんな感じなんですね。めちゃくちゃ綺麗。やっぱりどこもそうですけども、やっぱり地下道を通ってきたんですけど、地下道にはお家がない方がやっぱりいらっしゃいましたね。ちょっと怖かったですね。これはタピオカのお店かな。散髪屋、これ何屋さんだ、ドリンクかな、タピオカかな。あ、ここに食べ物屋さんありますね。
あーお腹空いた。今日せっかくね韓国来てますんで、韓国グルメをね食べに行きたいと思います。とりあえずホテルチェックインして荷物を置きたいですね。いやー目安でよかったな本当に。でいいなやっぱり。あやばい雨がまた降ってきてる。いやーいいですね。今回 GoPro で来てるんですけど、いやいいっすね GoPro って。本当に反対側向けてても誰も何も言ってこないよね。この先渡れるのかな。なんか渡れなさそうなぐらい道でかいんだけど。すごい。で来ました。これが読めないですね。はい出しておきます。いやすごい立派ですね。あ奥にコードヤードバイマリオットが出てきましたね。もうちょっと歩いたらもう着くと思います。ちょうどこの右奥の方にね行きたいんですよね。あそこにコードヤードバイマリオットありますね。そっかそっか今ぐるっと回ってきた感じなんですね。みんなあっちの方行ってましたね。もうこの道をずっとまっすぐ行けばホテルです。で近くにセブンイレブン等々もあるみたいなんでいいですね。道路交通状況はこんな感じです。いやなんかちょっとバスとか見ると違いますけど日本と全然変わんないですね。うんということでちょっとテクテクホテルまで歩いていきたいと思います。ちょっと暑いですね。ということで到着しました。今回ザ・プラザ・ソウル、オートグラフコレクションということで、今回ねハフで撮ってるんで多分ステータスソートは使えないと思うんですけども、今回ね、こちらに一泊ねお世話になります。では行きましょう。トラベルツーリストホテル星5つを撮ったみたいですね。行きましょう。チェックインは？あっちか。ということで無事チェックインいたしました。663号室ということで行ってみたいと思います。では中に入ってまいりました。こんな感じです。どうでしょうか。こちらプラザソウルのオートグラフコレクションのワンキングベッドルームですね。今回ねハフで予約してますんで、あのアップグレード等々はありません。でステータスもねやはり使えないということで残念ながらそうなっております。これはホテルの案内とテレビですね。コンセントは USB じゃない AC ですね。はいでテレビは LG 製で、これはあれかなアルコール消毒シートですかね。であとこちらにお水がなってます。これは無料ですね。はいあとこちらに冷蔵庫があるのかな。あ、冷蔵庫ありますね。よいしょ。あ、ミニバーもあるんだ。これも無料みたいですね。こっちは有料だと思います。はい。まあ、お水は4本あるんで大丈夫でしょう。で、他のアメニティとかも売ってるみたいですね。あの、ひげ剃りとかね。あとお酒等々もあるみたいです。はい、ということでちょっとカーテン開けました。面白い形の窓ですね。こんな感じになって大きい窓が一つでもちろん開かない感じですね。はい。ちょうどこっちを通ってきた感じでしょうか。で、あ、こういうのが全部あるんだ。すごいですね。おお、タブレットと電話ですね。で、ベッドはかなり大きめ。はい。ワンキングベッドルームです。かなり大きいですね。ではバスタブに行きましょう。おー、バスタブは白が基調になってて、おー、大きい。はい、めちゃくちゃ大きいですね、このバスタブ。いやー、これはいいですね。はい、で、こちらにタオルがあって、アメニティはこんな感じですね。はい。で、こちらに洗面台とコップ。あ、すごいですね。多分ここら辺はチャージじゃないから、さすがに。あ、すごい日本語でも表記がある、はい、全部こちらはお金がかかるサービスですね。こっちが無料ですね。はい。でまあ一通り揃ってるんでいいですね。あとこれはボディローションと。でお手洗いですね。お手洗いもウォシュレットがついてるっぽいですね。はい。あとドライヤーとタオルという感じです。ではこんな感じになります。
ということで本日はこちらに一泊ねお世話になります。残念ながらね先ほども言いました通りステータス等々はね利用することができないということで、まあ、朝食等々もねラウンジもあるみたいですけども利用することができませんということで、まあ、今回は、まあ、ホテルの紹介はこんなところですかね。ここ1000コインぐらいだったと思うんですけども、まあ、今回ねこちらで利用させていただくと、このね今回ハフのねキャンペーンでこの紐づいてるんですよねホテルを。ですごいね私適当に選んじゃったんですよホテル。そのホテルを予約しないと航空券が予約できないということで、ちょっと高いんですよねここのコイン。1000円ぐらいだったと思うんですけど、ちょっとね後から買えればいいやと思ってね軽い気持ちでこう選択してしまったら、なんと後から変更ができないということで、もうちょっとねコイン数が少ないところにね移動したかったんですけども、まあ叶わずということで今回こちらをね利用させていただきます。まあ非常にねいいホテルなんですけども、ちょっとねコインを節約したかったんですけどね、ちょっと残念ですね。はい、っていう感じになります。で今ね時刻が5時半ということで、まあ、せっかくね韓国来てますんで、夕食ね行きたいと思います。ということで行きましょう。ということで外出てまいりました。傘もねホテルで借りられたんで本当に行き止んでてよかったです。ということで韓国料理のねおすすめのお店を、ホテルの人に聞いて今そちらに向かっております。なんだね韓国料理ってさ、まあ、とりあえず韓国料理がいただければ、まあ、私とはしたよね何でもいいんで、はい、エビじゃなければ大丈夫ですね。ということで行きましょう。本当にねホテルがこの先で、その通りをまっすぐ来たところにあると。でしかもね歩いて5分もかかんないところにあるみたいなんでいいですね。あ車車、あこのサムゲタンのお店なんだ、美味しそう。まあ、当たり前ですけど店もハングルなんで英語表記がないんで名前とお店がねはっきりしないですね。もう着く、そこの脇道を曲がったところがここかな。あ撮影してますね、なんかすごい、なんかね中継やってますね。なんで脚立の上に立ってんだろう。もう着きますね。居酒屋って書いてある、居酒屋、日本料理なのかな、寿司とかあるんで多分そうですね。ここかな、あ多分これだな、ここですね。まあ店員さんがお勧めしたんで間違いないでしょうということで行ってみたいと思います。ではねお店に入ってまいりました。ちょっとねメニューをもらったんですけど、今注文したらね持ってこなかったんですよね。はい、Google 翻訳で、まあ、英語表記があるんでね、はい、Google レンズ使えばスンデクッパっていうね韓国のソーセージみたいな、はい、ちょっと Google レンズを通した画像で申し訳ないですけど、こんな料理ですね、はい、注文しました。あとビールを注文しようかなっていう感じですね、はい、ないのか、いや多分あると思うんで、はい、とりあえずそれで行きたいと思います。なんかねかなり有名店みたいで並んでますね、はい、ということなのでしばらく待っていただきたいと思います。なんかいろいろ置いてあって、まあ、これは多分食べていいやつなんだと思いますけどよくわからない一応カードは使えることだけ確認しました。ということでしばらく待ちたいと思います。ではいただきました。ハースフレッシュ、かなり量が多い、 4.5% 500ml。 いただきます。ビールを頼んだらこれが出てきましたね。みんなそんなにビール飲まないの。ビール飲んでる人いないですよ。いただきます。最高です。食べ方を聞かないとあれですね、分かんないですね。なんかね青唐辛子とかニラとか、何でしたっけ、カプテキでしたっけ、はい、いろいろあるんですけど、これはエビっぽいな、これは使わない方がいい。あと味噌みたいな、ここにご飯とかもあるんだよね、うん、だから入れて食べるの、ちょっとね
お肉のソーセージのスライスみたいなのもあるんですけど、量がめちゃくちゃ多くて、さすがにちょっとね、一人じゃ食い切れなそうなんで、スープで我慢していきたいと思います。それでは今一通り取り終わったところで、取れてなかったです。ちょっとね、来た時の映像を出しておきますね。はい、石鍋でジュージューで来ます。でお肉の、まあ、ソーセージで、で私は豚と牛肉両方ミックスを頼んだんですけど、内臓系も入っているみたいで非常に美味しいですね。で卓上にあるね、ニラとか玉ねぎとか青唐辛子とかを入れて食べるみたいですね、うん、これはね、ちょっと周りの人を見てそうしてんのを見て食べてますですね。ちょっとお肉も多分映ってなかったと思うんで、こんな感じのね、お肉を焼いていただきます。私はこのスープバージョンを頼んだんですけど、これのスライスバージョンもある感じですね、うん、なんかタレにつけて食べるみたいな。いや、これめちゃくちゃホテルの人のね言うことを聞いて大正解ですね。概要欄にお店の名前を貼っておきますね、はい、ということで、いやこれは美味しいな。でもベースはキムチスープみたいな感じですね、うん、ということで、あとはゆっくりいただいてホテルに戻りたいと思います。結構騒がしいですね、はい、ではお店を出ました。今のね、あのスープとビールで1651円ということで、コスパもめちゃくちゃいいですね、はい、円安とは思えないぐらい。ということで今ね、めちゃくちゃ並んでますね、はい、もしね韓国行かれる際はぜひチェックしてください。ちょっと辛いですんでね、はい、辛いの苦手な方はちょっと厳しいかもしれないですね。私は汗だくですね。ということでホテルに戻ります。よいしょということで客室に帰ってまいりました、はい、帰りね、セブンイレブンがすぐそこにありましたんで、セブンイレブンでウイスキーとライム味のペプシいただきました。でなんかアイスマシンはないみたいですね、はい、今ルームサービスで頼みました。まあ多分お金は取られてないと思います。まあ最終的にね、やっぱり部屋飲みしちゃいますよね、はい、まあ、せっかくね韓国来てますんで、まあ関係ないですけどね部屋飲みジャック・ダニエルとジョニー・ウォーカー両方あったんですけど、まあいつもねジャック・ダニエルばっかり飲んじゃう癖があるんで、今日はレッドラベルのジョニー・ウォーカーにしました。まあ、まだ7時なんでね、結構早めに夕飯をいただいた感じですね。いや早く行って本当に良かったです。帰り行った時もすごい並んでましたもんね。いやでも美味しかったな。韓国お料理が美味しいっていうのはちょっと聞いてたんですけど、はい、本当にやっぱり美味しいですね。明日ね、結構早めにあのホテル出なきゃいけないんで、朝ごはんどっかで食べたいんですけど、ちょっとこれから調べてね、韓国系の朝ごはんって何なんだろうな、なんかあんのかな、まあ、もしあったらね、まあ、そういうものをいただいて空港行きたいと思います。ということでお疲れ様でした。うん、ということで今日のところはお風呂入って、はい、寝ましょうかね。もうあの先ほど食べたねお料理が本当に美味しくて、はい、ほぼあの置いてあるものもねほとんどいただいて大満足でしたね、はい、結果今ねめちゃくちゃお腹いっぱいです、はい、まあ韓国来てあれで1500円ビールも飲んでね、だったらまあいいんじゃないでしょうか、はい、ということでこんな感じで休みたいなと思います。ではおやすみなさい。おはようございます。ということでただいまね朝の9時ぐらいになりました。いやね、昨日辛いかったんですよね、あれ非常に美味しかったんですけど、天狗クッパ、はい、ということで、辛いものを取りすぎたということで完全に体調をね、はい、お腹も下しておりまして、ちょっとね今気持ち悪いです
まあちょっとお腹下してるのはそれが原因かなと思うんですけど、気持ち悪いのはね、まあちょっと飲みすぎたわけじゃないんですよ。最近お酒の体勢が下がってきてしまったのか、まあそんで飲んでないんですけどね。はい、ちょっとね体調不良ということで、今日のところはですね、これから本当はね韓国グルメあと 2,3 個食べてから、帰りたいなと思ってたんですけども、ちょっとねこの調子だといけそうもございませんので、今回の動画はねここで一旦途切らしていただいて、またね次の動画楽しんでいただければなと思います。ということで、こちらのホテルですね、残念ながらですね、ソウルプラザ、ホテルで、ここオートグラフコレクションでマリオットボンボイメンバー参加なんですけども、残念ながらですね今もうね第三者機関で取った予約に関しては、ステータス等々はね利用することができない、朝食もね、ラウンジも利用することができませんので、この点はね、注意してください。まあ今回ね冒頭にも言ったと思うんですけども、本当はね違うホテル行こうかなと思ってたんですけども、予約変えられなかったら、まあ今回まあどういった感じで使えるのかっていうのもね、見れましたんで、まあ結果的に良かったのかなっていうところですかね。はい、という感じです。まあホテル自体はね非常に良くて、まあ廊下とかもねすごいおしゃれな作りでね、いいのではないのかなと思いました。まあ客室自体もねそんなに特に不具合等々はねなかったですね。バスタブもめちゃめちゃ大きかったですし、はい、ベッドもふかふかで非常に良かったです。ということで、まあステータス等々はね一切使えないということで、もう完全に素泊まり状態ですね。はい、で利用させていただきました。まあホテル自体はね非常に良かったので、まあもしね、気になる方はぜひ利用してみていただければなと思います。はい、ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。